なりさま、ゆりか様、本日もご視聴ありがとうございます。ということで皆様、ナナタの誕生日を祝ってくださってありがとうございました。はい、もう私ワンオペですけども、ワンオペと感じたことはなくはないけど、本当に一人じゃないって思ってるので、ワンオペですかって聞かれるんですけど、皆さんのおかげです。ありがとうございます、改めまして。はい、そして今日は何の動画を撮っていきたいかと言いますと、ナナタの誕生日プレゼント、何がいいかなって考えたんですけど、とあるものを買いました。だけどそれは私が買ったけどリスナーさんからという意味で購入しました。というのもリスナーさんから応援していただいて生活しているのもあるんですね。皆様の応援していただいているから、こそなので、その皆様から、例えばこの動画を見てくださってる皆様、 TikTok 見てくださってる皆様、サブスクに入ってくださってる皆様、ギフトを投げてくださってる皆様とかも含めまして、もう1コインでも皆様も大切なお仕事とか、ナナタのために使ってくださった皆様からいただいたということで、こちらドン、こちらを購入いたしましたが、皆様からということで購入しました。伝わる？はい、こちらはちょっとナナタ1歳なんですけど、まあ早いよね、ぶっちゃけと思うんですけど、最近こう捕まり立ちをすごいしたがるんですよ。で、私ナナタ捕まり立ちするとこがこうほとんど家の中なくて、まあうちローテーブルなんですけど、そこにすごいこう立ちたがるんですね。まあっていうのもあって、まあこう運動というか、家にいることもお家で遊べるものとかあった方がいいんじゃないかなと思って、ちょっと早いんですけど、こちら2歳からなんですけども購入させていただきました。皆様からです、こちらありがとう。これ見てる皆様からですよ、皆様から。はい、ということでですね、こちら今日は組み立ててみたいと思いまーす。ナナタちゃんがどんな反応するのかをサプライズで見ていきたいと思います。まあ、今日はナナタ実家に預けさせていただいているのでいないんですよ。なのでいない間に組み立てて、明日お迎えしてる時にちょっとどんな反応するのか見ていきたいと思います。よろしくお願いしまーす。目標は1時間半。1時間。これいけるか。感じたよ、土台ができたよ。はい、からの、
ってことはさ、これってさ、別にさ、ここじゃなくてもいいんだ。こことかでもいいんだ。めちゃくちゃえぐい滑り台もできるんだ。これ50キロも乗れんの？おいおいおい、怖っ。シュールなんだけどね。昨日おばあちゃんち行ってた時にゆり作ったの、みんなと一緒に配信でみんなと作ったの。そう、これこことかタッチできるんだよ。ほらタッチとか、ほらこういう風にタッチできるよ。そうそう、なんかほらタッチしたいってしたかったでしょ、ずっと。だからここでいっぱいできるよ。もうちょっとね、まだベイビーだけど、そうそう、捕まったりとかして、どうやってやるか分かる？滑んだよ、滑んの。こうやって足、はい、足をよいしょ、シューどんよいしょ、シューどんよいしょ、ほら、あらー、すごいじゃん、捕まれる、よいしょよいしょ。このタンちゃんはもう0歳じゃないんだって。怖い？これブランコなんだけど、よし、座って。おっとっとっと。ブーラン、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 ブーラン。まだわかんないね。まだわかんない。
Wow.